はい、みんなのファンコージだよ。そしてみんなもファンコージだよ。そうだよ。はい、女の子もねファンコージさんなんで。ファンコおばさんじゃないんだよ。じゃないんで。商品紹介、これは珍しいですね。はい、モーリー。なんかルークモーリー好きじゃなかった？懐かしい。サンダーのなんかふと思い出したわ今。懐かしい。なんか二十歳ぐらいの時にあったじゃん。そう。で、なんかルーク・モーリー好きなんだよねとかって。あれで、俺 CD 貸してくれなかったっけ？貸した、俺買ったんだもん。おわおわおわおみたいな。確かにそれ良かったんだよね。デリュレテッテッテみたいな。ちょっとそこまで覚えてないけど。伊藤清則のロックシティを見てて。ああ。で、紹介した。そう、それでなんかルーク・モーリーって、あれ、どちらかというとメタルハード寄りじゃないですか、もともとが。で、なんかそのサンダーのギタリストのルーク・モーリーがアルバムを出しましたみたいなのがあって、うん、それがなんかね、すごい、あそこの番組出てこないような感じのサウンドで。なんかでもポップだったよね。そう、すごいポップ。で、レスポールカスタムの白使ってんだけど、うん、それなんか、ツッチェリツッチェッチェッチェみたいに弾いてて、俺、爽やかだなと思って。そう、爽やかな、なんかアメリカロックみたいな感じだったよね。そうだ、ケンケンと初めて知り合った19、20歳ぐらいの時に、うん、それに一回聴いて、あ、これいいわと思って、聴いてみーって貸した記憶ありますね。あ、俺も聴いた記憶。あれ、結構いいなと思った。うん。ルークモーリーは何してんですかね。わかんないですね。もう聞かないですね。あの時以来聞いてないです。多分ルークモーリーって、あの、ご存知の方いらっしゃったらなんか、目撃情報が。目撃情報が。日本にいますよとかって。はい。はい。全然関係ない話でした。そしてモーリーですね。これがね、はい、面白いんですよ。まあ、ワウパスなんですけど。はい、ワウパスね。うちがよく出るやつですね。そう、はい、あの、多分初めてだと思うんだけど、うん、その光センサーで音を、うん、可変させるっていう。ほう。で、それが、どうなってるかっていうと、はい。ここのさ、うん、これがその光のセンサーなんですよ。なんか、暗くなってるね。ここに、ここの光の量で、音が変わるんだけど、この気候がさ、うん、こうやると、めちゃめちゃアナログ。これやばくない？アナログっすね。これよ、これ。これ、そういう人だよ。これ、いつ頃のやつだ？ 70 年代、ここじゃない？何かな？あ、70年代、そうですね。まあ、中が、まあ、こういう感じになってまして、で、こう見せた方がいいのかな？この2つ？これの2つが光センサーなんですね。そうなんですよ。ってことは、ここにどのくらいの光量が入ってくるかによって、音が変わる。変わるですね。で、この、ペダルを踏む。ペダルをこの踏むことによって紙がこう光を入れてくれるんですね。こんなもんはぁって感じだよね。かわいい。ほしきして止まってるよ紙。そうそう、まあこれすごいよね。これかわいいっすね。これを製品化しようってすごいよね。これさ、なんか自由研究みたいな。そうそうそう。手作り感すごいよね。だからあのガリが出ないっていうのが多分その売りだと思うんだけど。あの、あれ使ってるから、ポット使って、あれ使ってるからね。そう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 。で、これあの、使ってるので、はい。でも一番有名な人が、はい。あの、メタリカのクリフ・バートンなんですよ。はい、なんで、ベースで弾いた方がいいかね。はい。ベースといえば。売れてほしいんですけどね、これ。ああ、やっぱベースいいけどね。ファズを、はい。何しますか？はい。バートンが使ったから結構ベース用みたいな認識で、ああなるほど。なんで一応リーシューも出てるんですけど、それはもうクリフバートンモデルとして、うん、ああなるほど、ね。でも探してる人絶対いるよねこんな。いるはずです。マジであの音してるこれ。なるほど。いけてますよ。いけてますね。70年代。後半。クリフバートンはあれですか？歪みで使ってたってことですか？なんかソロとかで使ってるよね。あー。
これは さっきの光センサーで、そうそう。なんかファンキーっていうよりはもうちょっとやっぱあれだよね、こうおんどろおんどろしてるよ、ね、うん、してるしてる、やっぱメタルとかの方が、うん、幅がめっちゃ面白いんだよな、この踏み込み幅が。普通はだと、これ、いきますね。足首。足首、運動すげえ。だからさ、うん、おじさんで足首硬くなったなっていうところがあって。はずかますと。さんのストレッチマシンとして、ストレッチマシンとしてすごいいいですね。楽器を遊びながらね、ストレッチが、うん、すんごいこれ運動になる。すんごいこの辺疲れる。いや超レアだと思う。超レアなんですね、うん、モーリーパワーワウハズ探してる人いますかね。いや、いると思うけどね、はい。なるほどな、これ。なになに？これカーボン抵抗の匂いなのかな。なんかやっぱアメリカンな匂いがしますね。え、アメリカンな匂いします？うん、あのね、メサブギーとかもこういう匂いがするんだよな。あの、ヴィンテージギターの匂いしますね。ヴィンテージ、俺的にはやっぱヴィンテージアンプとかの匂いに近いですね。ギター購入するよ。まあ、アメリカンの匂いなのかな。うん、委託品だ。ハウマッチということで、野上さん。はい。29,800円の消費税。はい、了解しました。これ探してる人からしたら、すごいよ。モーリー・ワウファズ、クリフ・バートンが使っていたのと、ドンズバ。はい。はい。29,800円の消費税。はい。探してる方。あと、ワウファズ好きの方。あなたのコレクションの中に。確かに。入れていただいてもいいですし、クリフ・バートン好きの方はこれ持ってないとダメって。ダメですね。ってことですね。はい。はい、オリジナルなんでね。オリジナルですね。オリジナルのモーリーのパワーワウファス、はい、お問い合わせお待ちしております。あとは足首硬くなったおじさんに、そうですね。足首硬くなったファンコおじさんにぜひちょっと購入していただければと思います。はい、では今回はモーリーのパワーワウファスをご紹介しました。ファンクおじさんでございました。どうもです。